行きましょう。はい、まずはコンタクトポイント。コンタクトどこに出てる、これか、望遠鏡。なんやこれ、なんやこれ、なにこれ、地図、扉。ちょっと待って、もう一回。これは何、シェルター、何なんやろこれ。後でわかるかな、後でわかるよな。何が見えてる、外が見えてるんですよね。要は人々とは喋れないんでしょうか。喋れないな。あ、でも一緒の形やこれ、ほら墓標。何も起こらない、全くあの紋章が同じ形ですね。あの大きいものも墓標だということか。外にあるのも何も起こらない。外にも墓標があるんや。ビル、ビルの看板に誰も気づかないように墓標があるってこと。7、7、0と7、そしてここが9。何も起こらない。多分ずっと何も起こらないですけど、とりあえず調べていきます。8、何かがセットされた。ティリティリー言ったよ、ティリティリー、ティリティリーがここで来たか。何かがセットされた、ティリティリー。8、7、何かがセットされた。1、そうか、これがヒントってことか。もしかして6は多分何も起こらない。そうや、そうや、おそらくそうや。ここで見えるものがヒントになってるんやわ。じゃあそれで行ってみましょう。ここ多分8があると思う。あ、8はあったわ、向こうに。9や、9がある。9、7、あと何やったっけ。望遠鏡を見て、その望遠鏡と同じナンバーのところでドゥルルルーや。違うか、ちょっと望遠鏡先見るよ。ほら、そうや、絶対8、7、9。あと何でしたっけ、あと何や、数字。ちょっと見に行こう、ちょっと見に行く。8、7、9、ここ何でしたっけ。7、こちらも見に行く。1か、1や、1、1、1。よし、8、7、9、1。1どこや、これか、これか、これか。最初は何も起こらんかったはず。じゃあ何かセットされた。どうなん、いけんの。あれ、全部やったような気がする。あれ3つしかやってなかったっけ。8、7、9、1、9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 、
階段降りてきました。完全に秘密の部屋やんか。行くぞ行くぞ。もう後戻りはできん。カムイ固くなるな。気楽に行こうや。もうカムイ言うてモテるやん。完全に呼んでモテるやん。デカチンからカムイになってもうた。え？何ここ？
誰かいる。え？何こいつ？子供やん。なんじゃこいつ。ブラックボックス。20年かけてたどり着いた先がここか。カムイ。いや、まだデカチンでいいか。カムイになるもならないもお前次第だ。行くのか。なんか待っとったで、エンジニアみたいなやつが。CCB みたいなやつが待っとる。 CCB みたいなやつが、ほら、ロマンティックを止めろ、早く。ロマンティックと椅子の回転を止めろ。さあどうする。こいつを殺せばお前の呪縛は解かれる。過去を殺して生きるか、過去にしがみついたまま死ぬか、前を見て歩けるか、正面見て生きれるか、ここで決めろ、デカチン。金玉を持って生まれたからには死ぬまで生きろ。魂の引き金を引け。闇をぶち破れ。光をつかめ。くわ。なぜマイナスイオンたっぷりの光景が。え、森にいるよ。なんで終わったのか。何もかも。早く家に帰りてえな。もうちょっとだ、明美。え、あいつ何やった。満塁ホームラン。死に損なったな。勇者はどうしました。勇者、そんなやついたっけな。忘れたよ。謎は解けたみたいですね。結局カムイは存在しなかった。いや、奴は生きている。勇者の中に。そんなロマンチックなもんじゃないだろう。宿命だよ。噂通り勇者はフォーマットカムイの。そんなことは知らねえよ。ただな、上原カムイという何人もの存在を一括りにまとめたんじゃねえのかな。フォーマットカムイの、なんや、一番近いコピーってことか。多くの同居人が犠牲になったわけだ。報われない奴もたくさんいたはずだ。それを勇者は見てきている。幼い日々の記憶を忘れないように上原カムイを継承した。そういうことだろう。ペッツさん、知りすぎていけないことってあるでしょう。俺はあんた好きだから、いいんですか？いいんだ。そうなんだ、俺にはわかる。それでいいじゃねえか、なあ。そうだろ、勇者。え？俺は思うんだわ、血だらけになってるやん。たとえな、てめえの環境が悪くたって、生い立ちに問題があったって、勇者全部お前次第じゃねえかってな。俺もな、偉そうに言える身分じゃねえけど、罪や恥や傷がいっぱいあって、それってのは消しゴムじゃ消せないんだわ。影は絶対にな。記憶を消すってのは反則だ、もちろん。人間平等って言うだろう。それはみんな同じ条件なんだ。消しゴムでも消えない影がある。ボールペンで書いた影の足跡がある。俺もお前も、くさびという名でも、勇者という名でも、カムイという名でも関係ない。その魂が感じるところの自分がいてな、
そこには平等に可能性っていう名の光があるんだわ。そこに差別はない。遠回りな光だってある。近道の光もある。けどな、光に変わりはないんだ。光と影は平等にある。だからお前次第なんだよ。影に向かうも光に向かうも。勘違いするな。善悪ってことじゃねえぞ。誰もが掴むことのできる光ってことだ。影を引き受けた光だ。影を殺して光を生み出せ。魂の中に光を見つけろ。光をつかめ。よいしょ。終わった。終わった。田村 is coming soon. 田村。田村。ワールドインモーション。いやー、だいぶいろいろ分かりましたけど、かといって全部解説されたわけじゃないから、何回といえばな、まだ何回よ。とりあえず森島パートですよ。もう、なんつったって森島パートですよ。この次の森島パート多分出てるんで、次何やったっけ？光でしたっけ？光。やったと思うよね。もう覚えたわ。多分話聞き、あい、光ですね。このレポートでおそらく、いろいろ分かってくるのかな。あとは、田村。何これ？ケースびっくり。談話室田村。あ、何これ？もう後日談ってことになってんのかな？なるほどね。もうほぼ、本編はほぼ解決か。光、これで大体わかるでしょ？ここで多分全てわかると思うんで。で、締めがあれなのかな？田村なのかな？はい。じゃあ、キーがいいので、ここで一旦終了したいと思います。最後のレポート、噛み締めて楽しんでいきましょう。では見ていただいてありがとうございました。